日清は日本海軍の水上規模艦。同型艦はないが、日清型という表現を使われた。軍艦、日清は太平洋戦争開戦直後の1942年2月末に完成した日本海軍の水上規模艦。水上機の運用も可能だが、日清は艦内に特殊先行抵抗標的を搭載し、艦尾から浸水、発進させることができる特殊艦である。 だが、太平洋戦争において、本来の公表的母艦として活躍する機会はなく、ミッドウェイ作戦では、魚雷艇部隊を輸送した。続いて、ガダルカナル島の戦いから、キスカ島撤退作戦支援に至るまで、高速輸送艦として、多くの輸送任務に従事した。百四十三年七月十二日、ニュージョージア島の戦いに伴う、部員輸送作戦中に、 ウユゲンウィルトーショートランド白地近海でアメリカ軍機の爆撃を受けて沈没した。艦名の日清は、寒暖ない進歩、成長を意味する。日本海軍の軍艦としては、明治初期の日清、日露戦争に参加した、カスガ型装甲巡洋艦2番艦、日清に続き、公表的母艦の本艦は3代目。第一次世界大戦後に締結されたワシントン。 海軍軍縮条約とロンドン海軍軍縮会議により列強各国は海軍休日に突入。その抜け道として日本海軍は条約政権外官邸等を建造。平時においてはそのまま運用し、有事の際には短時間のうちに航空母艦へ改造するという方針を取った。同時期日本海軍は酸素魚雷と公表的の開発に成功する。 だが、航続距離の短い公表的を艦隊決戦が行われる海域まで輸送する母艦が必要となった。そこで、公表的の着想と同時に開発、建造されたのが、千歳型水蒸気母艦2隻及び、水保、本艦である。先行3隻は、水蒸気母艦として、巡航、運用し、極秘に公表的母艦へ改造することを前提としていたが、 日清は当初、不接管として計画された。計画番号は、不接管定の H9 で、不接管口と、過称されていた。途中で、千歳と同じ水上規模管の状態に改正され、1937年11月15日の、計画が決定した、技術会議ではすでに水上規模管とすることに、決まっていた。ただ、正式に類別を水上規模管としたのは、機構後だった。 最終的に水上規模艦兼、公表的母艦として竣工した。水上規模艦日清。1942年の竣工時の艦型図。艦型は大体水穂型と同じ。船体主要寸法は、千歳型、水穂型より、長さ、幅ともに若干大きく、バルジは設けられなかった。また、艦尾水旋部にナックルをつけて、旋回性能の向上を狙った。 復元性能を考慮し250トンの固定バラストを搭載、経過状態では GM 値が不足するので800トンの海水を補填する必要があった。機関は、シトセ型が採用していたターピンとディーゼルエンジン併用をやめ、水保型と同じように手機をディーゼル機関のみとし、一軸につき13号10型ディーゼル2機と13号2型1機をフルカンギアで接続し、 それを二組搭載した。オークジラ型の搭載した11号ディーゼルは大きな問題があり、それを改良した試作機はヤマト型戦艦の手機として考えられていて、1937年には一応優秀な結果を残していたが、まだ不十分な点もあった。このためヤマト型への搭載は見送られ、日清のディーゼルエンジンはこれを流用した。 将来の戦艦にディーゼルを搭載する布石だったという。速力は28ノットを発揮可能で日本海軍の大型ディーゼル搭載艦としては初めての成功だった。前述のように日進型は当初、機雷700個を搭載可能な大型布石艦として計画された。布石艦は駆逐艦や仮想巡洋艦との交戦も想定するため、 先行3隻の 12.7cm 広角砲では、なく、50口径3連式 14cm 砲、連装砲を3機、最上型巡洋艦と同じような並び方で配置している。25mm 機銃は3連装4機を、クレーン支柱圏排気塔の上に装備、後日のする通り全部カタパルトは搭載せず、その機台付近に4機を増設した。水上規模艦として、 カタパルト4機を計画していたが、健康標的母艦としての竣工時は2機に減らしていた。また当時の標準的な射出機である、クレ式2号5型ではなく1式2号11型が装備された。これは特殊推定の搭載を予定していたためである。また、搭載機種の変更によりリフトも、シトセが頼り、若干大きく、7.5MX12 メートルとなった。 日清は建造途中に水上規模艦から公表的母艦へ変更された。1941年春頃、日本海軍は公表的母艦に改造された千代田で公表的の発進実験に成功する。日清の建造にはその実績が十分考慮された。原則に横付けした公表的を艦内に収容するため、片原2機の重量クレーンを装備。 千歳型と同様に相釣り式で約50トンの公表敵を収容した。なお、そのうち、左辺全部の1本だけアームの長さを12メートルとし、停泊時に飛行艇を簡単に上げられるように考慮した。公表敵母艦の中央部には、クレーンで釣り上げた公表敵を艦内に収容するための開口部がある。 日清の格納庫のハッチは長さ26メートル、幅6メートルで、館内格納庫には4列のレールを備える。このうち中央2列が浸水不設用で、高さ4メートル、幅2.5メートルのトンネルが、完備まで抜けている。艦隊決戦の際には、完備の水密棒扉を開放して、公表的を発進させることができる。公表的母艦時、公表的を 最大12隻、水上偵察機は9から12機を搭載可能であった。しかし、艦隊決戦の場で、公表的を発信させる機会は訪れなかった。日清は、クレーンを活用して、高速輸送艦として運用された。付設管時は上艦パンのみに搭載し、推定12機の計画だった。水上規模艦としては、12シニザ水上偵察機12機、保養3機。 特殊推定発揮保養2機の形状用20機、補え用5機、搭載爆弾250キロ48個、60キロ288個の計画になった。第一状態の代替配置によると、甲板上22、止水場偵察機12機、特殊推定2機の、計14機、格納庫内は後部に折りたたんだ12止水場、偵察機5機、全部に同じく特殊推定6機の、 計11機を搭載する計画となっている。健康標的母艦としての春工時は、推定12機を計画、また9機から12機とも言われている。機種は、春工時の公式図には、霊式水上観測機が描かれている。実際の搭載機としても、公式時の写真から霊式水上観測機1機、霊式水上偵察機1機が確認され、1942年夏、 撮影の写真には霊式水上偵察機など三四機が写っている。尾翼記載の記号は白地で、V2 となっている。第三次海軍軍備補充計画において第1号艦、第2号艦、第3号艦、第4号艦、第5号艦、6号艦などの建造が決まる。不設艦、航は1万1600トン型、不設艦、オツは5000トン型嫌い不設艦という規模だった。 このうち、不設艦、甲は、水上規模艦に変更されて、本艦となり、不設艦、オッツは、津軽として竣、竣工同時に三計画で初高型不設艦二隻も、竣工した。1938年11月2日に、暮れ海軍交渉で寄港した。1939年9月30日、建造中のクルボに、髄郭、不設艦に日進、日清、宝艦に橋立て、 潜水艦3隻に以後第21潜水艦、以後第23潜水艦、以後第24潜水艦、不設定に浮島の艦名が正式に与えられた。同日付で各艦等は艦艇類別等級表に登録される。10月31日付で日清の艦首は不設艦から水上規模艦へ改正されたが交渉関係者は 本艦が水上規模艦であることを最初から承知していたという。11月30日、昭和天皇の名城として軍令部総長、伏見宮広康大元水が臨席する中、日清は浸水した。1941年10月15日、日本海軍は駒沢克美大佐を日清偽装委員長に任命した。10月26日、呉海軍交渉に、 日清偽装院事務所を設置、事務を開始した。1942年1月6日、日清偽装院事務所は、交渉内から館内に移転する。1月28日、駒沢は正式に日清館長となった。同日府で日清偽装院事務所を撤去する。2月27日春を、連合艦隊付属となる。春行後は、水上規模艦、千代田と共に、 瀬戸内海での特殊潜航艇訓練に従事した。1942年3月20日、水上規模艦2隻、特設巡洋艦2隻は、潜見部隊に臨時編入された。この潜水艦部隊は、アフリカ東岸用地の艦隊攻撃と、海上交通破壊、南洋部隊のポートモレスビー作戦協力、欧州方面、南太平洋方面の海上交通破壊線という、 各方面での任務を付与されていた。4月16日、カトリ、チヨダ、日清等は柱島白地に集結する。日清はインド洋方面作戦従事のため内海西部を出発する。25日マラッカ海峡のペナン島に到着30日まで同地に止まった。このペナンで公表敵を公宣権主体に引き渡す。日清は5月1日に ペナンを出発5月8日に瀬戸内海に帰着した。同日府で第6艦隊の指揮下を離れた。千代田も5月24日府で指揮を説かれている。なお本作戦における特殊先行抵抗標的は E16、E18、E22 に搭載され、5月31日のディエゴ、スワレス攻撃を実施した。続いて公表的母艦2隻はミッドウェイ作戦に参加した。 5月16日、山本56連合艦隊長官は、ミッドウェイ島占領後の同島陸上戦力として、日清に魚雷艇の輸送を命じ、それに伴い警戒部隊から主体に編入された。日清は、ウォッツェ干渉とエク島にて魚雷艇5隻を搭載。チヨダは、トラックにて格納島を搭載し、ミッドウェイ島占領後に輸送、配備しようという計画である。作戦成功後、 2隻は護衛艦や引き上げ船と共に内地に帰還、その後はアリューシャン方面に投入予定であった。本作戦における特務隊は山本56連合艦隊長官時期卒の主力部隊に所属していた。また、主力部隊は山本司令長官時期卒の主体と第1艦隊司令長官高須志郎中将式の警戒部隊に分かれており、 特務隊は主体に所属していた。5月23日、日清はクレを出撃する。5月30日から6月1日まで、ウォッゼェ干渉に停泊する。山本長官直卒の主力部隊は、瀬戸内海からミッドウェイ島に向かう計画であり、特務隊は攻略部隊に続行してミッドウェイ島に向かうことになった。攻略部隊本隊は、第四戦隊第一小隊。 第3戦隊第1小隊、第5戦隊、第4水雷戦隊、航空部隊、輸送船4隻で編成されていた。作戦前、第2艦隊参謀長は、日清艦長に対し、攻略部隊の予定位置を伝達している。6月1日に、ウォッツェを出撃した日清は、ウェイク島で魚雷艇2隻を搭載、ミッドウェイ島に向かった。 6月5日から6日のアメリカ軍機動部隊との戦闘で日本海軍は大敗主力空母4隻と従順ミクマを一挙に喪失した。作戦中止により日清も反転、ウェイク島を経て6月16日にクエゼリン艦省へ入港し、魚雷艇部隊を原隊へ復帰させた。6月19日、日清は給油艦ナルトや駆逐艦、カゼと共に、 内海西部に到着した。1942年9月上旬、日清は公表的を下ろすと高速輸送艦としての任務に従事した。公表的部隊はクレに預けられ、後日水上規模艦千代田に補充された。9月7日、日清はクレを出発した。9月11日、日清はフィリピンのダバオに到着する。 青葉支隊に所属する独立戦車第1中隊と野戦重砲兵第21大隊第2大隊他に弾薬1900発自動車36両特大発4隻陸兵265メートをガトーに輸送することになった日清は9月11日府で外南洋部隊に編入され12日にラバオ出発15日ラバウルに到着した 16日府で、外南洋部隊増援部隊に編入され、ブーゲンビル島、ショートランド島のショートランド白地へ進出した。ガトー戦をめぐる日本陸海軍の協定において、日本海軍は、日清により、戦車、重砲をガダルカナル島へ輸送し、この銃器でヘンダーソン飛行場攻撃を実施、ガトーの制空権を確保しようという構想を抱いていた。 日清輸送計画を成功させるため、連合艦隊は基地航空隊、艦隊を投入して、アメリカ軍機動部隊とガトウのアメリカ軍機を撃滅、制圧しようとした。ところが、第11航空艦隊によるガトウ攻撃は天候不良により実施できず、輸送作戦計画をたびたび延期するうちに、夜間輸送に不向きな月明期に入ってしまう。また、日清が待機する、 ショートランド白地も連日 B-17 型重爆の空襲を受けており、安全とは言い難かった。一例として、9月25日には、軽順由良が B-17 の爆撃により勝破している。橋本司令官は10月上旬に、日清を加藤へ突入させる旨を意見具心し、第8艦隊はこれを承認した。アリ輸送のための物資を、ショートランド白地に残し、 駆逐艦両風に護衛されて25日同地発、26日、ニューアイルランド島カビ園に開港された。開港中、米潜水艦のスカルピンが日清を雷撃して、巨雷命中を報告した。日清側は敵浮上潜水艦を発見後に、両風が爆雷攻撃を実施、カビ園到着前に、船体に軽度の食座症を感じ、微小な損傷を受けたと記録している。 同時期には、水上規模艦、千歳も、第二次ソロモン海戦での損傷修理を終えて、ショートランド白地に進出していたが、同様にカビエニへ開港された。ガダルカナル島の戦いは、補給戦であった。日清が、カビエニへ移動する直前の9月23日、連合艦隊主席参謀、黒島亀戸大佐は、ラバウルへ出張して、第八艦隊及び、 第11航空艦隊と協議、陸軍第17軍と今後のガトー作戦について、折衝を行った。陸軍側は、弾薬量食合計3500トンの輸送を要望、海軍もこれを了承し、あり輸送、駆逐艦輸送、潜水艦輸送、日清と地とせの投入が決まる。並行して、ガトーの日本陸軍総攻撃を実施するために大規模、輸送計画を立案した。 高速輸送船5隻を投入して10月11日のガトウ上陸を目指したが、ガトウのヘンダーソン飛行場を制圧しない限り、輸送船団突入成功の見込みはなかった。そこで従来からの航空攻撃や陸軍重砲の砲撃に加え、混合型戦艦による艦砲射撃を実施、ヘンダーソン飛行場の完全制圧を起とした。9月30日、日清は、 第15駆逐隊の親潮と早塩に護衛されて、カビエンを出発10月1日ショートランド白地に到着して、物件人員を搭載した。同日時点での外南洋部隊増援部隊は、増援部隊指揮官直卒の増援部隊本隊と、第4水雷戦隊司令官指揮下の停戦輸送隊に分かれていた。作戦関係者は、川内で打ち合わせを行った。 10月3日午前6時、日清は第4駆逐隊司令、アリが工作大佐の駆逐艦、マイフーとノアけに護衛され、輸送物件を搭載して、ショートランド白地を出発する。基地航空隊は、ガトー攻撃を実施しつつ、零式艦上戦闘機のべ32機、零式観測機8機、日清推定2機が日清隊の名前に当たった。アメリカ軍機も日隊を攻撃し、 日清は、右限三発、左限四発の資金弾により負傷者六名、のわけも資金弾二発を受けた。この戦況を受けて、最新鋭の秋月が宅地艦、秋月が日清隊援護のために派遣される。日清隊は21時前後に、ガダルカナル島北西部のタサファロングに到着して、揚陸を開始した。だが十二時四十分以降、アメリカ軍機の夜間空襲を受けて、 機関室に漏水、重軽傷者4名を出し機とに着いた。自動車1、野放2、弾薬の大部分、野放中隊約80名を揚陸できなかった。秋月は4日、例名に日進隊と合流した。さらに霊戦の部26機、霊艦7機、水上戦闘機2機が上空警戒につき、アメリカ軍機と交戦した。この時、 一機の霊艦が B-17 重爆に体当たりして撃墜し、搭乗員2名を秋月が救助している。11時30分、日進隊はショートランド白地に帰投した。最新鋭の防空駆逐艦が護衛についたことに乗組員は心強さを覚えたという。また護衛の水蒸気や戦闘機に対しても強く感謝している。10月7日、 増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官により、命令を受けた、日清と秋月は、駆逐艦5隻と共に輸送作戦を実施することになった。日清搭載物件は、毎四特攻車砲4門、陸軍攻射砲2門、10センチメートル榴弾砲、牽引者1両、人員180名、両職弾薬等。シグレ指揮官駆逐隊搭載物件は、 陸兵約600名、連隊砲2門局舎砲弾薬両職等であった。10月7日午前6時、日清隊はショートランドを出撃したが、第11航空艦隊より天候不良のため、直江への戦闘機派遣不能との連絡が入る。橋本司令官は、日清、秋月のショートランド白地被隊を命令、二隻は夕刻に同白地へ帰島した。 第27駆逐隊指令指揮下の駆逐艦5隻は上空直江なしに進撃し空襲を受けながらもガトー揚陸を成功させて帰還した。10月8日日清及び第61駆逐隊による第2回がダルカナルトを輸送作戦が実施される。さらに第9駆逐隊司令佐藤康草大佐指揮下の第2駆逐隊第9駆逐隊が迫撃砲18門。 陸兵560名、マイヨン特通信工作隊を搭載しつつ、日進隊に同行することにな。午前5時44分、日進隊は、ショートランド白地を出撃する。アメリカ軍機の空襲を受けるが、零戦隊や零艦隊の活躍によって、日進隊に被害はなく、21時前後タサファロングに到着、物資をすべて揚陸した。日進隊や、駆逐艦輸送は、 順調に進んでいたが、大発動艇を用いた有輸送は、失敗に終わり、物資を陸予定に、遅れが生じた。そこで、軽巡洋艦、立田と、水上規模艦、千歳を、増援部隊に編入し、輸送計画に、軽巡部隊も加わることになった。1942年10月11日朝、日清艦長式下の水上規模艦2隻、駆逐艦6隻は、 ショートランド白地を出撃、ガダルカナル島への輸送、揚陸作戦に従事する。輸送物件は15センチメートル、榴弾砲4門、野砲2門、牽引車4、弾薬車4、高射砲1門、固定無線1機、陸平角艦合計675、弾薬量食等、夏雲と秋月が水上規模艦の名を得であった。出発直後からアメリカ軍機に直接されたが、 基地航空隊がガトー飛行場を攻撃したため日進隊への空襲はなかった日進隊の直江に当たった霊式艦上戦闘機のうち最後の6機は日没まで直江を行い予定通り駆逐艦の傍らに着水したが富士下地に2名が戦死した水上機部隊は消耗して稼働機数ほぼゼロとなっており霊戦しか上空警戒を担当できなかったのである 日清隊は20時10分が東多サファロングに到着して揚陸を開始したが、22時頃にサボ島方面で水上戦闘が行われているのを認めた。日清隊は22時50分揚陸終了、駆逐隊も23時5分に揚陸終了、南方航路を取ってサボ島方面へ移動を開始した。日清隊が揚陸作業を続けていた頃、外内洋部隊支援隊指揮官。 ご当存時第6戦隊司令官指揮下の十十二洋艦三隻、駆逐艦二隻は、ガダルカナル島のアメリカ軍ヘンダーソン飛行場に対し、艦砲射撃を実施するため、戦闘海域に接近していた。同日、連合艦隊司令長官山本56大将の加齢によって、第3戦隊の混合型戦艦、混合と春名及び、 護衛部隊も飛行場艦砲射撃を行うべく、トラック白地を出撃しており、外南洋部隊支援隊は混合型戦艦に先駆けて飛行場砲撃を行う予定であった。アメリカ軍はガダルカナル島への増援部隊輸送船団から、ノーマン・スコット少将を率いる従従2洋艦2隻、軽従2洋艦2隻、駆逐艦5隻の艦隊を引き抜き、 アイアンボトムサウンドに派遣して待ち構えていた。第六戦隊部隊は、左前方に官営を発見。待ち伏せしていたアメリカ艦隊の艦営を、日進隊と誤認したまま先制攻撃を受け、後藤司令官戦士、機関、青葉大破古鷹と、吹雪沈没という損害を出して敗北した。初雪は、古高の陸組員を救助後に戦場をた退。絹笠は、 日清隊と合流しようとしたがスコールに阻まれ、命令に従い退避した。日清輸送隊は、ラッセル諸島西側を通過して、戦闘海域を離脱した。この時、第6戦隊救援及び、アメリカ軍水上部隊撃滅のため、日清隊から第9駆逐隊と、第11駆逐隊、第1小隊が分派された。だが退避中の10月12日に空襲を受けて、駆逐艦 村雲と夏雲が沈没、乗組員は白雪と朝雲に救助された。日清隊は救援のため出撃してきた増援部隊と合流し、1402ショートランド白地に到着した。これ以降、アメリカ軍機動部隊出現の兆候や高速輸送船団の損害などにより、連合艦隊司令部は11月17日の輸送作戦をもって、 陸軍総攻撃前の輸送を打ち切る意向を示した。水上規模艦、軽巡部隊及び駆逐艦15隻による輸送作戦が立案されるが、アメリカ軍機動部隊のガトー来襲が確実となる。連合艦隊は、第8艦隊に対し水上規模艦3隻の投入を中止するよう通達し、支援兵力として要請していた巡洋艦の増派も断った。 連合艦隊の移行を受けて水上規模艦は輸送作戦から外れた。10月24から26日、ガダルカナル島への陸軍総攻撃をめぐって、日米双方の機動部隊が衝突した南太平洋海戦が正規する。こうして、外南洋部隊は重火器搭載可能艦を変えたまま、軽巡洋艦や駆逐艦,艦でガトー陸軍への増援輸送を行わなくてはならなくなった。 10月1日以降の外南洋部隊増援部隊による輸送作戦において、非進級のべ4隻、軽巡洋艦のべ7隻、駆逐艦のべ92隻をもって、ガトウに運んだ物件は、陸軍兵力9091名、15センチメートル、榴弾砲4門、10センチメートル、榴弾砲2、野戦攻舎砲3、野砲7、三砲五、速射砲18、連隊砲14、 大体砲13、迫撃砲19、牽引車12、弾薬二22、警報若干、弾薬多数、両末160トン、舞鶴鎮守府第4陸戦隊560名、野戦校車砲4、弾薬8トン、13ミリメートル校車機13と、記録されている。11月1日、日清はトラック起動を命じられ、ショートランド白地を出発した。 11月3日にトラック白地に同地で待機することになった。それと共に水上規模艦2隻は外南洋部隊から除かれ連合艦隊付属に戻った。11月9日、トラック白地を出発する。この時の日清は駆逐艦イーソナミと行動を共にしていたという。メレイオン島を経由して11月13日、ショートランドに到着した。 今回は第3次ソロモン海戦に参加することなく、11月16日トラック白地に戻る。11月20日に内地帰島を命じられる。日清は第3次ソロモン海戦で沈没した戦艦飛衛生存者と第11戦隊関係者を便乗させ、従順高尾と駆逐艦さ乱れに護衛されて横須賀に向かう。11月27日、横須賀に到着した。 12月5日府で、駒沢は、第3潜水戦隊司令官へ、天任、二代目艦長には、伊藤伊太郎大佐が任命された。12月10日、日清は、第8連合特別陸戦隊の、第3次輸送部隊として、横須賀を出港した。日清が搭載していたのは、八ね特設立員の半数。 クレチンジュフ第6特別陸戦隊とヨコスカチンジュフ第7特別陸戦隊の重砲隊である。クレロクト特クが装備する重砲のうち一部は戦艦ひなたと伊勢を航空戦艦に改造する際に撤去された副砲であるという。日清隊は12月15日にトラック白地を経由して19日ラバウルへ到着した。21日、駆逐艦式並みに護衛され、 同地を出発する。日清と式並みは27日に呉駅島した。なお、第8連合特別陸戦隊はニュージョージア諸島に配備され、大田司令官特例第6特別陸戦隊はニュージョージア島に、横須賀第7特別陸戦隊はコロンバンガラ島に配備された。百四十三年一月上旬、日清は特型運河島と水上偵察機を積載。 機材と物資をトラック白地へ輸送することになった。1月6日、駆逐艦周運に護衛されて内地を出発する。1月11日、トラック白地に到着した。2月初旬、怪ゴ作戦によりガダルカナル島の戦いは、集結、最前線の艦艇は内地祈祷を命じられる。日清は、マイズルで修理を行い、整備後は内海西部での訓練を命じられた。 2月15日、日清は第3戦隊、空母2隻、従順2隻、駆逐艦6隻と共に、トラック白地を出港するが、悪天候のため航空隊を収容できなかった、巡洋隊のみトラックへ引き返した。内地へ帰等後、日清は、クレを経由して、マイズルへ移動、2月下旬より、マイズル海軍交渉で修理と整備を行うことになった。 当時の舞鶴軍港では、島風型駆逐艦、島風の偽装工事や、遊雲型駆逐艦複数隻の建造、重巡洋艦とね、軽巡洋艦中、立田駆逐艦複数隻等の修理と整備を実施していた。3月13日、日清は舞鶴を出港し、内海西部で特殊潜行艇基地に立ち寄った後暮れに到着した。4月9日、 駆逐艦式並みに護衛されて、呉から出撃した。4月15日、ダバ沖。4月18日から5月7日まで、スラバヤ滞在。ここで式並みとは別行動になった。当時、ソロモン諸島でアメリカ軍が魚雷艇を活用している戦例を、鑑み、日本海軍もソロモン諸島における魚雷艇の運用を試みた。だが日本が製造した魚雷艇は使い物にならず、 スラバヤ港にあったオランダ海軍の魚雷艇6隻を日清が輸送することになった。5月13日、ラバウルに到着する。日清は魚雷艇部隊のラバウル進出に成功した。その魚雷艇もオランダ製のため整備に手間取り、6月末になってようやく半数が出動準備を完成した程度だったという。日清は5月15日にラバウルを出発する。22日、 クレに到着した。その頃、北東方面戦線は、アメリカ軍の反撃によりアッツ島の戦いが正規、アッツ島の日本軍は窮地に立たされた。第5艦隊機下の第51根拠地帯の報告によれば、同方面の公表敵は数機しかなかったという。大本営は直ちに対策を協議したが、その一つに、運河島の準備を挙げている。 大型運河島の進出は5月28日から29日期とされた。日清は5月25日府で北方部隊に編入、内海西部を出撃し、5月29日千島、列島北東端のバラムシル島に進出した。これは運河島の輸送作戦であったという。当時のバラムシルには北方部隊主体、北方部隊水雷部隊などの主力艦艇が在白していた。 日清がバラムシルに到着すると同時に、以後第24潜水艦は、運河島を搭載して、アッツ島へ出撃した。だが、アッツ島の日本軍守備隊は、同日に玉砕し、イ24の到着を待っていた第5艦隊三号の江本博中佐も、同等で戦死した。日清はしばらくバラムシルで待機した。北方部隊は、潜水艦による化合作戦を発動したが、 損害が大きく6月21日に潜水部隊指揮官により作戦を断念。北方部隊指揮官も6月23日をもって結合作戦を中止した。作戦中止直前の6月18日、日清はバラムシルを出発する。公開中の6月20日、北方部隊から除かれた。大港を経て横須賀へ開港中の6月25日、機動部隊に編入された。 6月26日、横須賀に到着した。7月1日、日清主継長は、春日君キミ主警隊員から高須一郎主継隊員に交代した。高須和江隊員は、南西方面艦隊司令長官、高須志郎大将の長男である。1943年7月22日、日清は、駆逐艦三隻と共に、ブーゲンビル島の部員へ、 日本陸軍部隊の89式中戦車や重火器を輸送中、ショートランド北方にてアメリカ軍機の集中攻撃を受けて撃沈された。経過は以下の通りである。6月30日、連合軍はカートホイール作戦に伴い、ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始、続いてニュージョージア島にも上陸を観光し、ニュージョージア島の戦いが始まった。 情勢が緊迫する中、日本陸軍部隊のソロモン諸島転用が決まった。7月10日、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が指揮する空母4隻、従従二洋艦3隻、軽従二洋艦2隻、水上規模艦、日清、駆逐艦部隊は、それぞれ日本本土を出撃する。各艦は、マーシャル諸島、ギルバート諸島やソロモン諸島派遣予定の、 陸軍部隊や軍事物資も搭載していた。南海第四守備隊は、同年6月に編成されたばかりで、大体内に、戦車、砲兵、対戦車隊を備えた画期的部隊であった。7月11日、暗号解読により米潜水艦スタージョンが、小沢艦隊に直接、同艦は、日清を、千歳型水上規模艦と報告している。7月15日、 暗号解読や領管からの通報により、米潜水艦、ティノサとポーギー、さらに、スティールヘッドとハリバットも付近を行動していた。ティノサは、千歳の前を、軽ー夕張が航行していたと記録している。ティノサは最後尾のき高に狙いを定め、距離3500メートルで魚雷4本を発射するが、命中せず、小沢艦隊に被害はなかった。同日、 小沢艦隊は、トラック博士に到着する。小沢長官は、近藤の武第二艦隊司令長官により、東方部隊の指揮権を継承した。トラック博士へ移動後、滞在中に、南海第四守備大隊,隊の配備先は、マーシャル諸島からソロモン諸島のブーゲンビル島に予定変更となった。第八戦隊司令官、岸福次少将式のもと、 1> 第1部隊は7月21日ラバウルに到着した。ラバウル機後、一部の物件を揚陸する。艦隊の再編が実施され、第10戦隊司令官、大杉森和少将は機関を、軽巡、阿賀野から駆逐艦、萩風に変更、第4駆逐隊司令、杉浦義美重大佐は、嵐に移動した。ここで、オッツ部隊は、ブーゲンビル島部員への、 第61駆逐隊の秋月型駆逐艦、両月と、初月は、昔前の輸送作戦に従事することになった。陸軍部隊は各艦に分乗し、日清には、南海第4守備隊、第1大隊本部、通信中隊一部、第1戦車中隊、第2戦車中隊、第3戦車中隊一小隊、各速射砲、砲兵中隊主力が異常した。 巡洋艦3隻から駆逐艦3隻に燃料補給を実施後の21日夜、オツ部隊はラバウルを出撃する。22日16時分期、同日21時発、23日のラバウル起闘を予定していたが、出航直前に日清は機関故障を報告していた。また日清隊の上空援護のため、従来のラバウル方面基地航空隊に加えて、 第2航空戦隊の零式艦上戦闘機も部員に派遣されている。日清隊はブーゲンウィル島北東海名を航行し、部員を目指した。7月22日13時45分、オツ部隊はショートランド諸島を奪う島北方20海里付近を中央に日清、道館右前方 3km に、萩風、道館左前方 3km に、嵐。 同艦後方3キロメートルにイソフーという陣形で航行していた。アメリカ軍機の空襲が予想されるため、部員基地の零戦隊が上空警戒を担当する。部員基地派遣の空母艦載機のうち、第二航空戦隊巡洋所属の零戦8も直演を担当していい。この時部員まで約2時間という距離で、 雲間より出現したアメリカ軍の大型爆撃機と急降下爆撃機の空襲を受けた。アメリカ軍側の記録によれば、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場基地より、艦爆18、艦港18が発進、陸軍の B-24 重爆18機、戦闘機 P-40、総発戦闘機 P-38、 F4 回ワイルドキャットなど合計134機が発進し、日清隊を攻撃したという。例1016機ではアメリカ軍機の大変態を防ぐことができず、日清に複数の爆弾が命中する。大火災となり14時3分に沈没していった。アメリカ軍記録内6度35分統計156度10分。 波6.583度統計156.167度マイナス6.583156.167駆逐艦3隻は日清生存者の救出にあたるが16時30分前後に再びアメリカ軍の大型爆撃機が襲来したため救助作業は中止され本来の目的である部位への輸送作戦を遂行した18時から20時にかけて 人員746名と軍事品の揚陸を実施する。その後、日清の沈没地点に戻り救助を行うが、22時55分にアメリカ軍機の襲来により断念する。沈没により、伊藤大佐や高須和江町を含む同艦乗組員479名、便乗していた第7戦隊整備員35名、陸軍兵約570名が戦死。 搭載していた89式中戦車22両、積載していた重砲と速射砲、車両20両や弾薬、通信機器や燃料等すべてを創出した。生存者は海軍兵92名、陸軍兵81名。日清戦闘商法は、本戦闘破砕金における航空機体、水上艦戦闘の典型的様式を示せ、姿空権な基礎水上艦艇の行動の遺憾に、 困難なるかを示せせる適例なるとともに将来の第一線輸送に対しだい、なる暗示をともへたる者と市コース16なのか、ノブイン大空襲後敵空軍再来の諸ありし場合、輸送結構に際して波相当の警戒機を、不、するに比例ば生産小規所的襲来自主海内に、はみタ戦時なく敵機の長量に接しことと、総括した。高速大型輸送艦、日清の沈没は、 1943年3月初頭ニューギニア島、大に向かう増援部隊が、ダンピール海峡で全滅したビスマルク海海戦の再現になってしまった。同年9月10日、日清は水蒸気母艦、軍艦席より除籍された。川内型系巡、神通、秋月型駆逐艦、新月も同日府で除籍されている。日清の沈没、千歳と、 千代田の航空母艦改造により、公表的母艦は皆無となった。これ以降の公表的は、局地戦で運用されるようになり、やがて局地戦に最適化した公表的長型に発展した。艦長たちの軍艦誌190から191ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。駒沢国旗大佐。 1941年10月15日から1942年1月28日、駒沢国旗大佐、1942年1月28日から1942年12月5日、伊藤伊太郎大佐、1942年12月5日から1943年9月10日。ありがとうございます。